狩猟。狩猟。狩猟。A. ハンティングとは、野生動物、特に鳥類、哺乳類を捕獲する人間の行為のことである。魚老や採集活動と並んで、人間社会の最初期から存在する制御とされている。狩猟採集社会。狩猟の最も本来的な目的は、食料や物資といった人間の個別集団の生活に、不可欠な必需品を、 野生動物から獲得することにある。その目的となる食料や物資の典型例は肉、皮革、油脂、羽毛、骨、牙である。その行われる地域も世界の各地で行われてきた。狩猟の歴史は古く、農耕や牧畜が普及しない時代から今日に至るまで行われている。時代が下るにつれ牧畜業が発達した地域においては、 食料を得る目的での狩猟は減少した。生活の必需品を得る目的に変わって、特に近代産業資本主義が交流し、貨幣経済が発達してからは、商品価値の高い資材の獲得を目的に大規模な狩猟が行われてきた。その狩猟の目的となった資材には、造下やアザラシ氷の毛皮といったものが含まれている。このため、狩猟によって、 特定の種が絶滅したり、生息数が激減するなどの生態系への深刻な影響が在下してきた。これに応じて、狩猟が行われる地域の放棄や、絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、ワシントン条約が整備され、狩猟には一定の政権が加えられたり禁止されている場合がある。ただし、密猟も後を絶たず実効性が上がっていないとの、 指摘もある。アフリカ熱帯雨林に暮らす人々や、日本における銃を用いた大型銃の狩猟などは、集団によって行われる。日本の鹿や、イノシシ猟を例にとると、グループの中で獲物を追い立てる役と、獲物の逃げ道沿いに待ち伏せをして、銃を構えている役とに分かれて狩猟する。熊を狩るときも、集団を組むのは基本である。このように集団で獲った獲物は、 狩猟の参加者あるいは、村落全体で配分されるという事例が、日本の他に、三人、ムブティ族などアフリカにおいても見られる。基本中の基本は、食料、食材の獲得である。現在でも、フランスでは狩猟で得た、野生動物の肉をジビエと呼び、独特の風味のある高級料理として食している。もう一つの基本としては、比較、毛皮、油脂、骨、 つの、牙、羽毛などを得るために狩猟が行われてきた歴史がある。狩猟は人間の生活環境にとって不都合な影響を及ぼす動物を排除する駆除のためにも行われてきた。また、野生動物の個体数を調整するという自然保全上の大きな役割も担っている。こうした狩猟には主に以下のケースがある。いずれの形態であっても捕獲した鳥獣が 副次的に資材を得るために用いられる場合がある。ヨーロッパには、戦死時代の狩猟の痕跡や遺跡が多く残されている。スペインとフランスの洞窟には、数多くの壁画が残されている。千点の壁画のうち、人間が描かれたのものは二十点足らずで、残りはべて、狩猟対象の動物の絵である。フランスのソウルイコールエイコール、ロアール県には、断崖のもとに、 野生馬の骨が2メートル半堆積した場所があり、人間に追い立てられた推定10万頭の馬が、崖下に落ちた痕跡取られている。同様の狩りの様子を描いた壁画が、ラップランドで見つかっている。イギリスでは狩猟は、貴族や富裕層のたしなみとして、歴史的に実施されてきた。イギリスには48万人の狩猟者がいるとされるが、狩猟免許は存在せず、狩猟者登録も必要ない。 狩猟をする権利はその土地の所有者が有しており、他者に対応することもできるため、娯楽として自由に狩猟を楽しむアマチュアハンターもいれば、仕事として依頼されるなどして専門に狩猟をプロハンターもいる。イギリスでは鹿を対象とした狩猟はハンティングではなく、ストーキングと呼ばれる。ドイツで狩猟を行うには、試験に合格して、狩猟免許を得る必要がある。 ドイツには2008年の時点で約35万人の狩猟者が存在し、狩猟者数は微増傾向にある。ドイツでは森林管理と狩猟が密接に関係しており、ドイツの森林管のほとんどは狩猟免許を取得している。こうした狩猟森林管とは別に職業狩猟者が1000人ほど国内に存在する。北欧はヨーロッパの中でも狩猟が 盛んに行われている地域である。ノルウェーの狩猟者数は約19万人で、他のヨーロッパ諸国と同様に土地所有者が狩猟権を有する。ロングイエールビーンでは北極グマの狩りが1950年代まで観光資源となっていた。アフリカではヨーロッパによる植民地支配が始まった19世紀以降から現代までサファリと呼ばれる狩猟旅行やスポーツハンティングが 盛んに行われている。サハラ砂漠以南の42のアフリカ諸国のうち25カ国でスポーツハンティングが認められており、年間18,500人を超える狩猟者がアフリカを訪れる。また、正規の狩猟者以外によって行われる密猟が国際的な問題となっている。アメリカは狩猟大国であり、2011年の時点で、 総人口の約6%に相当する1370万人が狩猟を行っており、20から30億ドルもの経済効果が推定されている。1980年代からは狩猟者の数は減少傾向が見られたが、2010年代に入ってまた増加している。アメリカでは銃や弓やクロス棒が使われ、年間700万頭のオジロジカや2万頭の アメリカ黒ク,クマ狩猟をされる。スポーツハンティングで年間2億頭の動物が殺される。標的は狩猟目的で維持された土地の野生動物、狩猟用に放たれた動物、動物園等から売られた動物である。連邦政府が各州の野生生物局に狩猟免許発行数に応じて資金提供するため、各州の野生生物局は捕獲量を維持しようとする。このため、 漁師と釣り師は野生生物局の客であるという指摘がある。生息密度を上げるために、餌付けや捕食動物の駆除等をする。コネチカット州では、毎年2.5万羽の生地を購入して漁に供する。動物園等から入手し監禁した動物を漁に、供す民間の狩猟区もある。至近距離からの海馬と射撃もある。日本列島においては、旧石器時代や縄文時代には、 狩猟が植物採集や挙老活動とともに主要な生業であったと考えられている。縄文時代には鹿、イノシシを主要な狩猟獣とした制御が営まれていた。弥生時代、そして続く古墳時代になると本格的な稲作農耕が開始され安定的な食料供給が可能になったため狩猟の重要性が低くなっていったと言われる。一方で農耕に伴う 外獣駆除などを目的とした狩猟は継続していたと考えられており、弓矢などの狩猟道具や矢が刺さった鹿が描かれた時や、埴輪の存在から狩猟が、なおも行われていたことが得る。奈良時代には、仏教の需要により殺生、肉食が忌避されるに至ったとされる。しかし、縁起式では地方に対して、鹿川や、イノシシ油など狩猟獣の動物資源が付加されていたり、 万葉集では、鹿の毛皮から内臓までを無駄なく利用している内容の歌が読まれているなど、特に庶民の間では狩猟活動が継続されていたと考えられている。日本では肉食の禁忌令が何度か発令されたが、主に牛や馬など家畜を対象としたものであった。江戸時代にはも文字屋と呼ばれる牛肉を販売する店が存在した。狩猟は木材生産、製材屋、 工材経営、炭焼きなど山の所生業の一つとして行われていた。一方で、動物資源の利用だけでなく畑作物への獣害対策としても行われた。東日本では鉄砲、ひな銃を用いた外獣駆除を目的とした狩猟が実施されていた。また、東北地方では、職業として狩猟を行う人々は、マタギと呼ばれ、独特の習俗があった。対して、 西日本では罠を一部に組み合わせた、獅子垣が利用された。中世や近世の日本における農民にとって鉄砲は農具であり、農耕と狩猟は密接な関係があったとされる。明治時代になると狩猟の法制化が進んだ。1872年に鉄砲取締り規則。1873年に超重量規則。1892年に狩猟規則。 1895年に、狩猟法が次々と交付され、狩猟機関や、狩猟方法、狩猟長寿などが、具体的に定められた。また、北海道自家猟規則、カラフト狩猟取締規則、朝鮮狩猟規則、台湾重量取締規則、関東州重量取締規則、南洋軍島狩猟取締規則といったように、各風土に応じて、特別な法令によって、 取り締まりが実施された。これらの背景には、軍用けがの需要拡大に伴う欧米向けの外界という目的があり、狩猟によって産業が築かれた。大正時代の1918年には、狩猟法が改正され、狩猟長寿や狩猟免許が制度化されたことで、現代の狩猟法に近いものとなった。昭和時代の1929年に、全国の狩猟者によって設立された。 第日本津ね領有会、後の第日本領友会は、狩猟道徳の向上、野生鳥獣の保護、有害鳥獣駆除、狩猟の適正化など日本の狩猟において大きな役割を担っている。現状として、日本の狩猟人口は年々高齢化し、かつ減少しつつある。百七十九年に十五万人だった、狩猟人口は百九十五年には十五万人、 2007年時点で16万人程度である。日本で許可されている銃は約30万丁である。これは国際的には低い登録率であり、日本同様厳しい銃規制を持つ、主猟国イギリスでは日本の半分の人口にもかかわらず、500万丁の銃が許可されている。日本の狩猟者のほとんどは男性であり、女性の割合は1%にも満たない。 一方、北海道などは、エゾシカヒグマ、本州では、イノシシ日本自家に代表される野生動物による農林業被害は深刻な事実であり、ライフル銃の所持条件の緩和や、毒薬の使用、狩猟期間の延長といった鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の規制緩和が強く求められている。また、ハンター養成のため、北海道の西コッペ村などは、 指導者付きで若者などに狩猟体験ツアーを行っている。ただし、このツアーは重機を使用できるものではない。伊豆半島においては、日本自家による食害が深刻な問題であり、半島全体で推定2万頭生息する個体を5000頭以下まで減少させることが望ましいとされている現状が存在する。また、経済や自然に大きな影響を与える外来種、アライグマや マングースなど、目上図よく求められている。以上のような状況にあって、国の統一的見解はまだ存在せず、領獣の所持許可及び狩猟は、有害鳥獣の被害が深刻な自治体では緩く、都市部ではほとんど認めない傾向にある。しかし、近年は、環境省が、鳥獣保護管理の担い手確保を目的とした、狩猟の魅力を伝えるフォーラムを都市部を含む各地の、 都道府県で開催するなどハンターを増やそうとする取り組みが行政主体で行われ始めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。